やってまいりました。久々のホーチミン最新不動産情報、待ってたでしょう。お待たせしすぎたかもしれません。今日も素敵な物件紹介したいと思います。本日紹介していただくのは江上さんと杉尾さん。今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ、今回はどこでしょうか。はい、ザ・リバー 2TM をご紹介させていただきます。2022年の中頃にできた物件でして、はい、まだまだ未入居のお部屋がある物件ですね。はい、いや、もう最新の真の物件、これ紹介できますから。はい、はい、この辺りってどんな感じのエリアなんでしょう。あちらに見えますのがウィンタンクですね。はい、ウィンタンクのサンワパールだったりサイゴンパール、ビーホームセントラルパークが今見えてますけれども、そうですね、あちらから、ここの川ですね、サイゴン川を渡って、はい、この橋が 2TM 橋1を渡って、はい、今ここに到着していると。なるほど、はい、こっちにもサラとかね、はい、コンドミニアムもありますし、まあ、奥まで行くとあの E マートっていう、はい、結構大きめのスーパーもできましたもんね。そうですね、最近できました。はい、だからこれからも発展するようなエリアですね。はい、そして今日はですね、はい、こちらの動画を見ていただいた方に特典もご用意しております。うぃー、めっちゃ嬉しい、はい、見てね、最後まで絶対見てね。手数料無料とかそういうのですよね。そういうのですかと思いきや、はい、今日は違います。あれ、マジかよ、はい、物体がありますから。物体なんだろう、物体って難しいですね。ある商品を、はい、はい、皆さんにプレゼント、はい、最後まで絶対見てください。ではでは行ってみましょう、はい、レッツゴー。おー、めちゃくちゃ新築。入ってすぐがもうめっちゃ広いもん、収納めちゃめちゃ広い、靴箱もめっちゃありますわ。ここ横幅もすごいですね。ね、はい、でここも収納あって、この上もですもんね、はい、全部これ広、これ嬉しいわ。電気圧です。もう出た。こちらキッチン、はい、日立さんの冷蔵庫に、でこれ4口の IH コンロです。おしゃれすぎてどこが焼き場所か一瞬分かんないでもちゃんと書いてはあります。コンロっぽくないコンロですね。そうなんですよ、なんかフラットにすごいペローンってしてる感じが、はい、なんか電子レンジもあります、はい、で下もこういう収納もねありますし、これマジでライトありました、ね、今までなかったですね。キッチンにはなかったと思うんですね。キッチンの手元を映してくれるライトありました。はい、このカウンターのここにあるっていうのはなかったかもしれないですね。そう、これまで。いや、マジこれはすごい。だってもうね、手元が暗くて、はい、手切っちゃうみたいなことあるもんよくあるのよ。あるある、お母さんあるあるでしょ、これ見てる方曖昧だろ、お母さんあるあるよ。これマジでちゃんと照らしてくれてね、お父さんがそっちで見ててもいつも綺麗だよみたいな感じになるってことですもんね。シンクも洗い場もこう2つ分けられてることでね、こっちに付け洗いをして、はい、することもできると。いいっすね。でこちら何でしょう。洗濯機置き場が奥にあります。洗濯機置き場広いですね、奥行きもあって。そうですね、少しスペースが設けられてます、はい、ここは物干し台とかですね、はい、置いていただければここで洗濯物干すこともできると思います。確かに洗濯機と乾燥機ですね、はい、両方ついてる、はい、だからもう干さなくてもいいという。そしてこちらリビングの方です。鏡がでっけー、めちゃめちゃでかい。本当ですね。ね、これだから家族4人とかでも並んで、いや4人以上いけるぞこれこれ杉本さん並んでおきましょう。これは並んどかないとダメだ。1人でしょ、はい、2人、はい、でじゃあ3人目。そうです、ね、はい、3人目入りました。はい、それじゃあ4人目入ります。はい、5人目、6人目いきます。6人並べますね。6人いけます、もう入ってるもん、ほら6人いけてます。
何のためになろうだから6人暮らしもできるよっていう、そうやってこうみんなでね並んでさ、ね、コーディネートしたいじゃないですか、だから6色違う服着ても、あすごいいいね今日は、今日いい写真撮影できるねみたいな、はい、どうにか7とかにできないかな、これで多分7になる、そうですね、はい、この、はい、1、2、3、4、5、6、7、いけた、全然いけますね、全然いける、余裕、レインボー、レインボーボーイズレインボーボーイズです我々。気づきました、はい、しんちゃん、なんでしょう、しんちゃん気づいた、ちょっと高くないですか、天井高いですね、高い、いやこれどんぐらいあるんですか、ここ3メートルあります、うわ、見てるお客さんには僕と同じぐらいに映ってるかもしれないです、そうですね、はい、中川さんにはちょっと小さいかもしれないですけど、ちょっとね同じぐらいです、まあ、一般のお客様にはかなり広く感じる、かなり広い、これ高いで、照明がね埋め込まれてるんですよ、だからより高く感じる、こう空間があるってすごいね、ラグジュアリー感感じますもんね、はい、これエアコンでしょ、エアコンです、これエアコンも埋め込みなんよ、これがいいんすよね、だからもう本当にいろんな視覚的なこの無駄がない感じを演出されてますこちらの部屋で、このどっち向きですかこれ、これ北向きを、北を向いてますね、北向き、これベトナムに住んでないとわからないと思うんですけど、南向きに窓があると結構火が強いじゃないですか、そうですね、北向きにあることによって、でさらにこのタワーのね、この外に見えてるんですけど、タワーがあることによって火があんまり入らない状態になってますもんね、はい、それが部屋を暖かくしない、熱くしない、エアコン代節約、私毎月エアコン代4人家族で180万の9000円近く払っております、これは結構高い、これ高いですよね、そうですね、電気代は結構高くなりがちです、そう、それをね極力この部屋抑えられると思います、この部屋かなり涼しいと思います、ね、ですよね、いや僕も入って、あマジでなんかすごい涼しい感じがしましたもん、入ってすぐに、そうは測っておきましょう、はい、もう測るしかない、すみません、しせーの、でも壁結構柔らかいですよそんなことないか、ソファーの柔らかさがすごいいいですね、そう、ソファーがあの思ってる以上にあの後ろが柔らかくてふわふわです、そう、ふわふわ、下はね、そんな沈み込まないんですけど、はい、ここのクッションがふわふわっすね、そうですね、座ってるところもなんか長そう、幅奥、あでもそうね、だって足がほらとっちゃん坊やみたいになってるんで僕ははい、あれあの後ろまで行くともう僕はこういう状態になりますんで、まあでもね日本人みんなこんなありますからね、はい、もうみんなこんなもんですから、みんなこんなもんだから、はい、このカーペットもすごい柔らかい、柔らかい、すごい肌触りがいいっすね、そしてベランダ出ると、はい、プールが、プールです、はい、プールが見えるという、ちょっとまだ工事してるんですね、そうですね、できたばかりですので、まあ、出来上がった後、はい、しばらく工事するというのがベトナム式の、そうですね、マンションですから、杉本さん、はい、これ複層ガラスです、2枚になってるということはもうなんか工事音とかも聞こえない、はいはい、だって今も全然外の音聞こえないですもんね、車道側じゃないから全然入ってこないです、かなり静か、はい、じゃあこちらの部屋は何でしょうか、はい、サブのベッドルームです、サブのベッドルーム、こちらもね照明は埋め込みタイプで、はい、で、あ、でもベッドは置いてないんですね、ここは置いてないです、まだあえて置いていない状態ですね、まあいろんな形で使用して大丈夫ですよという、そうですね、はい、それってベッドを入れる場合ってオーナーさんと相談みたいなこと、そうですね、それをつけてくださるオーナーさんもいますし、はい、ちょっと自分でお買い求めくださいみたいな、ね、収納も広いっすね、はい、広い、2つあっての、だってここはねアクセサリー置ける場所なんでね、はい、こういうちょっとおしゃれなところもいいですね、いいですわ、これはライトもついてます、ついてますね、はい、はい、次サブのバスルームです、おお、あ、
こういう形なんだ。なんかちゃんと分けられてる感じがして、僕はすごいいいと思います。なんかトイレしてて、でここに誰かが体洗ってても気になんない？絶対なるだろ。杉本さん行ってか、杉本さん、じゃあ僕トイレしてます、シャワー入ってます、はい、これジャバジャバやってますね。全然気になんない。気になるよ全然。すっごい僕から見てますけど。でもこの分けられてる感がね、すごいなんかいいなと思いました僕は。はい、はい、これ出た、はい、ほら杉本さんが大好きなやつ、これ何でしたっけ、これこれは海の宝箱を取るための正解。正解じゃないね。え、シャンプーとかを置くそういうための段差。段差ね、はい、これがあるだけでね、やっぱヌルヌルしたりとかしないですもんね、下に置かなくて済むっていう、はい、はい、こちらがマスターベッドルームでございます。おベッドドカンとありますね、はい、これはキングでしょう。これはキングです。幅180センチですね。これはでかいもん。そしてそこの兄弟がある。これはね、僕いつも妻に言われてます。今兄弟がないから、兄弟が欲しい、兄弟が欲しいって。あ、もう一人子供が欲しいのかなと思ってたらこっちだった。こっちだったよ、ここもだから服装からっすか、ちゃんとね。めっちゃ静か。ほらすごいっすね。はい、僕が吉本の劇場で滑った時ぐらいの音でしたよ。もうこんなんだもんね。いやいや、そうなると俺もおるから。ここ広いっすね。やっぱマスターベッドは8畳、10畳ぐらい。だいぶ広いと思う。ね、イメージありますね。収納の方まで含めてしまうと8畳ぐらいあるかもしれないですね。うん、で、ここも収納もね、はい、L 字にありますね。またライトもちゃんとついてますし、奥行きがね、はい、ここまで無駄なく洋服を置くことできますし、こちらが、こちらが主寝室の中にあるマスターバスルームですね。はい、さっきのサブよりは明らかに広さがありますね、はい、そうですね、洗面台の幅がかなり広く取られてます。そうですね、シャワーはやっぱ測っときますか、杉本さん。そうですね、測っときましょう。ちょっと久しぶり、久しぶりですね、なんかこの測るの。いきますわ、はい、せーので見つめられて服装クラスこれせーの。いや、これね、何がいいってやっぱこの2タイプ2タイプあるっていうのがね、いいんですよ。洗いながらこう使うやつと、で上から浴びるやつ、狩野英孝さんみたいにね、こうやってやりたい、人用ですもんね、これは。家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。はい、やってまいりました、はい、家賃を当てたら僕がタダで借りれるという、はい、もう素敵な企画。いやー、まあ開発途中の場所と、はい、で2022年中頃に建てられてて、はい、2ベッドルーム、はい、総面積どれぐらいですか。82平米。82平米、はい、プール付き、ジム付きで、めっちゃおしゃれな家、はい、家具付き。ちなみにですね、はい、あのジムはあのビンタンクにあるシティガーデンと同じような感じで、ベッド費用が必要になります。あ、へー、はい、あ、別料金が。そうです、もし使われたい方はベッド料金が。なるほど。うわ、もう分かんなくなってます、相場が。僕マジでいきます。2000ドル。いやー、微妙かな。いや、もうちょい。ちなみに最近の家賃事情でいうと、昔からに比べると上がってますよね、はい、あ、そうですね、コロナ期間中に比べると随分と上がってますね。ここだけ。そうですね、そうですね、全体は上がってます。そもそもの家賃相場がもう全部が底上げされてるわけよ今。2300? どんどん上がってきますね。2250ドル。これマジで来た。頼む。 OK、 はい、2250ドル、 OK です。はい、お願いします。正解はマンション管理費込みで1800ドルです。うわー、いやー、引っ掛け、引っ掛けている。誰も引っ掛けてないのよ。1800、安いっすね。安い、めっちゃ安いと思います。
そして杉本さん、はいはい、今回は特別に、視聴者様に、はい、特典がございます。おい、嬉しい。はい、弊社経由でですね、はい、住宅を決められた方で、かつこちらの動画を見たよとお知らせいただいた方には、はい、先着5名様で、はいはい、こちらですね、これ浄水シャワー、これめっちゃ嬉しいっすよ。こちらをプレゼントいたします、うん、これマジで嬉しい。やっぱベトナムの水って結構髪とか洗ってるとゴワゴワになっちゃったりするじゃないですか、はい、でもこれ使うことでこのマイクロナノバブル、すごいね、水当たりが柔らかいし、だからもう優しい髪にね、きっとなれる、はい、僕も使ってみましたけど、ミストの方で流したんですよ。やっぱもう肌がもう汚れがすごい落ちてる感じがする。あ、はい、そうなんですね。中に入っているフィルターはですね、9ヶ月で交換、約9ヶ月で交換とのことです。こちらはフィルターでこの塩素を除去してくれるという、はい、ものになっております。これ使うとお肌がそのプルプルになるというね、はい、保湿効果があったりとか冷え性とかにも効いたりとかもするみたいなんで、でも女性の皆さんとかね、ぜひ使ってみてください。こちらはその除塩素水と水道水を使い分けることもできるので、その掃除とかなんかはね、まあ、水道水の方でやって、まあ、除塩素水の方を、まあ、自分で体洗う時に使えば、あの長持ちするんじゃないかなと思います。そうですね、フィルターの交換時期がちょっと伸ばせるっていうことですね。そうですね、はい、はい、めちゃめちゃいいんで、ぜひエナセットさんで制約お待ちしております、はい。そしてこちらの物件以外にもエナセスさんたくさん物件をお持ちしてますので、こちら下の方のリンクから行ってみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。